坂になってない、ちょっと、ね、どんどん降るのか、寒い、ね、嫌だな、夏は白いもんね、白いね、うん、白いってこと、白い何が好き、ご飯、そうだね、餅の方が好きか、え、餅の方が好きか、いや、いっぱいこう米粒みたいに吸ってる、一瞬牛乳っていうのも出てきたんで、白い何が好きって言ってんのに牛乳がおかしいでしょ、なんか白といえば牛乳みたいな、嫌いだけど、米餅、パンは何色と、白だよね、白、雪見大福、野生の大福いっぱいあるじゃん、白なんて言ったらいっぱいあるよ、あ、まだ見ないで、ご飯に何をかけるのが一番好き？納豆。あ？納豆。はい。納豆。納豆。納豆だよね。やっぱり。うん。今までさまざまな納豆食べてきたけど、何のタイプ？いつも何のタイプで食べてる納豆？タレ多い。うん？パック。パック。パクって、あ、白い、そうだよね、でも昔あのわらも食べたことあるの知ってる、わらから納豆出して食べたの覚えてる、いや覚えてるでしょ、わらって何、わらよくあるじゃん、あるよ多分まだ動画あるよ、え、何それ、食べたっけ、うん、覚えてない、そうでしょ、うん、わらじゃない、わらはあるから、このタイプが意外とない、音もこのタイプで食べたことはない、へっ、ねえこれ納豆、あ、なんか見たことある、これなんて書いてんの、これで読める、一本、え、こっちの方が楽じゃない、楽だと思ったの、味ついてんの、味、醤油味って書いてない、何味って書いてない、醤油、ネギ入ってるってすげー、でそれ冷凍なんだよ、今解凍したの、うまそう、何って書いてるの、どう、ん、納豆を、ん、何、でっかい豆じゃない、一本、納豆一本、でっかい豆じゃないこれ、ん、ちっちゃい引き合いの方じゃない、まあそうなるよね、チューって出すんだろうね、それ、うん、どう、え、楽じゃん、めっちゃこっち美味しかった、追加こっちにしようよ、こっちの方安いし、じゃあこっちで行こう、でもでっかい豆の方が好きなんだよ、まあね、そう、まあそれぞれだけど、大豆アメリカだって、それタンパク質の何グラム入ってんの、 5.1? こっちが結構あるね、結構あるね、うん、納豆美味しいもんね、納豆ってさ、賞味期限いつまで持つの、書いてない、書いてる、22年、来年か、来年に、冷凍のままだと永遠だと思うよ、え、腐んない、腐んない、いいね、え、これ単体で売ってたの、こうやって3つ、いや、大量に売って、その大量に1パック20何本入れとか、え、やば、そんな入ってんの、でもなんか普通の音ってこうじゃん、3つそう、場所取るでしょ、じゃあ悪いの、食ってんのが絶対いいって、うっす、米ある、食べましょう、炊いた、イエー、これは切り口をこうしたらこうして牛だよ、うん、一発で全部出す、いや無理だと思う、最初だからここ空気っていうか、ここ何もない状態にしないと、 OK もう納豆の何これ得意分野だから、で、ここをピッて切るんだよ、はい、どうぞ、切っちゃっても取れるでしょ、そう、いいの、いいよ、あ、もう、糸引いちゃった、はい、匂いどう、お、あれ、すげえ、
でかたよ。あれそんなちっちゃくないんじゃない？うん、意外と違うんですけど。写真と違うの。ちっちゃくないじゃん。普通の大豆。見て、綺麗に出た。イエーイ。え、うまそう。ネギ入ってる。イエーイ。あれ普通の豆だわ。なんかいつもの、これと全然違うんだけど。なんかいつもの納豆の色と違うね。もなんか濃いそう。これ多分お願いします。いただきます。いただきます。うん、色濃いね。うん。うん。美味しい。すごいネギ効いてる。うん。この方がうまいかもしれない、うん、一応こっちも美味しいよ。うん、ネギ納豆だこれ。音が好きなやつ。ネギ強い、ね、うん、僕も好きだよ。ほら君たちあのいつもタレジュクジュクのやつ食べてるから、うん、ちょっと多いよねあれ。うん、これちょうどいい。いや、ありあり、全然これ。うん。好き？大好き。うん。定食屋で出てくる納豆だよ、これ。うん。定食屋これ使ってんだよ、多分。そうなの？うん。定食屋って何？定食を出してる、ね。定食屋ってご飯屋さん。あん。そういうこと。行かないもんね、定食屋。そうだよね、定食屋行ったことないか。定食屋が分かんなかった。、うん、焼肉とかなら行くけどさ、定食屋が定食屋ね、なかなかないね。え、なんかサバ定食とかってこと。ああ。ないね、行ったことないの。ないね。食べてみて。そうか、定食屋ないね。作ればいいんじゃん。あるよ定食屋。味の朝でお刺身定食食べたの覚えてない。あった。あれ定食屋全然覚えてない。覚えてないべよ。あれなんだろう、何しに行ったってことだな。なんだっけな、もう覚えてないよ。あれあれ、戦場、なんだっけ、戦場時期だっけ。何それって。覚えてる。すごいいっぱい、ずっと岩のとこあったでしょ。え、岩のとこ、ずっと岩、海のとこ、岩。味ヶ沢の奥行ったじゃん。何それ。ごめん、合ってるかどうかもわかんないけど。岩って何。岩、岩。どこにでもない岩って。どこにでもある岩なんだけど、岩だらけな。岩岩。うん、わかんないよ。美味しかった。ほや。記憶とは曖昧だよ。うん。もう食べたの？うん。美味しい。ほら、マー君も最近すごいから。覚醒したね。まあね。量もすごいし、速さも断然違うもんね、前と。え、なんか記憶ってさ、楽しいものだけ覚えてんの？あんた好きじゃないんでしょ。うん、美味しいでよ。美味しいでよ。なんか好きではないけど、食べれはするみたいな。僕は好きだよ。その気持ち。何が好きなの、納豆？聞く納豆？聞く納豆もあれだよ。納豆自体はこういう感じの納豆買ってきたんだよ。うん、普通にあれは美味しい。菊納豆はうまい、うまいんだけど食べたいと思う。菊がないの？うん、菊もらったらやるしかないって感じ。もらったらスタイルない。うん、だって売ってないもん菊。え、なんか菊見たことあるんだよ。まああるにはあるけど、あ、菊あるから菊納豆にして食べようなんて思わないね。うん、もらったらっていう。
え、何の納豆が好き？これ、普通にパックのキムチ納豆。ああ、パックの納豆ってどれが好きって難しいね。うんうん、ひきわりだとか大根おろしとか。ああ、そういうことね。僕は全部好きだよ。うん、僕も全部好きかな。何気に大根おろし好きか。最近なんかそこに差別はつけない。差別つけて、え、嫌いなやつなんだよ、ニッコ。全部だって嫌いな納豆なんてないもんだって。うん、なんかさ、あの音たちはね、タレ入ってない。え、なんかじゃあ醤油入れればいい。美味しくないんだって、なんか合わなくていやいや、それはちょっと食べてたん。ダメダメ、それ欲しい。ん？欲しい。まだあんの？あるよ、解凍すれば食べれば。まあ、ちょっと俺がいっぱいだけど。何何何、なにこれが欲しいの？これは食べれるの？いいよ、じゃあ少ない、どうぞ。苦手。少ないってご飯の量は同じだよ。そう。え、なんかあのアレンジするとさ、すごい美味しくなるじゃん、桃って。桃？桃だよ。桃？桃？桃、た、食べ物。うん、マヨネーズとかそういうもの入れれば美味しくなる。昔納豆にマヨネーズ、あ、マヨネーズつけて食べたことある。納豆に、うん、マヨネーズ入れて。マジで？マヨ、醤油だけど。なんか今思うとさ、醤油が合わなすぎてさ、びっくりしたの、納豆に。いや、基本は醤油だよ。え、そう。魚と肉と、イカ納豆って食べたことある？何それ？イカスミ？イカ納豆ってこと？イカ納豆と言っているんだ。イカが入ってんのか、イカがすり込まれてるのか、イカがタレなのか。イカがどういう風にすり込まれてるの？え、なんかたまにあるじゃん。わかった、じゃあイカ納豆やるわ。イカ納豆が一番、一番、一番じゃないけど、すごく美味しい。絶対好きだと思うよ。イカ入ってんの？タレ？タレにイカ？言わない。吸い込まれてる。言わない。言いません。吸い込まれてる。もう食べたの？うん、すごいね、うん。好きなものはめっちゃ早いよね。何が好きですか？いや、ご飯類とかは全部好きだよ。ご飯類？ご飯類ってね。でも焼肉丼はあんまり食べないよね。うん、肉好きじゃないの？肉噛めないの？僕歯弱いから。顎強い。歯は関係ない。顎でしょ。顎でしょ。顎強いからめっちゃ。顎疲れるとあれだもんね。わかんないけど。食いしばるじゃん。あ？泳ぐ時とかさ、あの食いしばるじゃん。え？食いしばる？食いしばんないでしょ、泳ぎは。え、そう。え、食いしばる。例えばさ、じゃあ綱引きで、あ、それは食いしばるよ。それは食いしばるよ。いいやんねんげん。え、僕顔赤くなって終わりじゃん。なんで顔赤くなるの？あ、口開かない。無呼吸ってこと。開かない。開く、なんで開くの？開かない。開かねえ、おかしいだろそれ。いや、逆に開いたら近い。こうやってやってないの？こうやってでつってやってる。それは声が出てるでしょ。出てない。おかしな人でしょ。いや、マスクしてるからえだけど、あの出ないじゃん、声出ちゃう。おかしいでしょ、見てよ。そうってやったらおかしいでしょ。あーあーって言うならわかるけど。いや、それとか言うわけじゃない、あのみんな言ってんだけど言わないで、あって やるとほうが力入んの。力入らない。入ってんの？入ってないの？入ってんの？絶対に入らないの、それは。僕もさ、たまにあれ声入れるんだけど、あとさ、あ、何？たまに何？僕もたまに声入れるんだって。声入れる？うん、掛け声入れるじゃん。ああ、あれはちょっと入れるんだけど、あとは口開けない。何が一番正しいんだろう、掛け声って。それっておかしくない？まあね。でさ、それのどこで引っ張るっていう。そっか。謎じゃない。そっか、れか。わかる。そなのか、その棒なのか、れなのかみたいな。そう。そう、れ。耐えんの？そう、れ。そう、耐えんの？そう、れ。じ
ちゃあっちがさ、うん、あのこっちレナなのにあっち袖だったらどうすんの。袖引くバカ者はいないでしょ。だからそうそうれそうれって言わないでしょ。そうれでしょ絶対。そ終わり、言葉の終わりで。いやーとかそういうこと違う。やーやーって言わない。かさやーとは言う。やはやはや一文字はやで力入れるでしょ、うん、だから袖足りない。いやいやこんなことできないでしょ綱引きで。いやできない。できない。じゃあガチになっちゃうじゃん綱引きって。めっちゃご飯痛いじゃん終わった後めっちゃここら辺とか軍手するでしょ。しない。